GT-R は、路上上最速でであるととももに、サーキットでも上昇しなければな,らない。その避けようのない宿命は R34GTR でも不変である R32GTR から引き継がれる RB26DETT パワーユニットの最高出力は国内自主規制枠である280馬力で先代と変わらないが下級圧のアップや各部のリファインにより 最大トルクはついににキロに到達スペックをはるかに超えるそのポテンシャルを電子制御トルクスプリット 4WD システムにより余すところなく路面に伝えるトランスミッションは新たにドイツゲトラグ社と6速マニュアルを共同開発 GTR ならではのリニアな加速レスポンスを実現している V スペックには量産車として世界でも類を見ない アドバンダーボディを覆う前後のディフューザーにより強烈なダウンフォースを発生させ超高速域での抜群の安定感に貢献しているサーキットで育ち数々の伝説を残してきた GTR 日産から究極のドライビングプレジャーを全てのドライバーへ史上最速の車に進化した R34GTR にもはや 国内のライバルは存在しない。